はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2022年1月の10日月曜日、成人の日、現在時刻が15時35分です。休日のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。それでは今日のマーケットを見ていきたいと思いますが、今日は東京株式市場は祝日成人の日ということでお休みですね。しかしアジアの株式相場は動いております。そして24時間365日稼働しております仮想通貨マーケット、今日はですね仮想通貨市場から見ていきたいと思います。ビットコインですけれども、現在の価格が 41,985 ドルという価格ですね。イーサリアムは3167ドルという価格帯となっております。ビットコインですけれども、一旦の底を叩いたかなという、ね、感じも受けます。少し今戻ってきておりますね。今週ね、新しい週が始まりまして、ビットコインですね、一旦の底入れ、週末下落したんですけども、そこからのですね上昇になるかというところですね。ビットコインの価格ですけれども、日本円で見ていきますと現在486万7000円ですね。 0.49% の上昇。イーサリアムは36万7229円 1.22% の上昇ということとなっております。ビットコインですけれども、4万700ドルで反発、史上最高値を記録した9月の挙動を彷彿する今動きとなっているという、まあ、こういうふうなですね記事がレポートが出ております。ビットコインですけれども、1月の9日にですね重要なレベルで反発いたしました。2021年9月と同様のイベントを忠実に模倣したという形で、チャート的にねそういう形となっております。これがドルベースですね。 BTCUSD で4万700ドル付近での反発ということですね。まあ、その後ですね、まあ、4万2000ドル付近まで回復しているということですね。4万700ドルから4万2000ドルまでね今回復しているというところです。まあ、この行動、このチャートがですね一部の人にとっては刺激的にはね、まあ、見えないんですけれども、まあ、戻りがね鈍いというところですね。まあ、これがですね昨年の9月末のビットコインの価格が価格の挙動をね彷彿させるものだということですね。4万700ドルがスプリングボードとして機能し、最終的にはですね7週間後に史上最高値、ね、6万9000ドルまでね上昇したというね、そういうふうなね、上昇を演じましたビットコインですね。史上最高値が6万9000ドルなんですけどもね、一旦ですね昨年の9月もそういうふうな動きがあったというところですね。まあ、ただですねこれはまあチャート的なもんなんですけども、ファンダメンタルズで見ていきますと、アメリカの、ね連邦準備理事会ですね、 FRB からの厳格な経済政策に関するマクロ的な影響は、ねまあ、続いているというところですね。まあ、これがですね先週と同様に2022年、昨年の3月以降の経済の特徴であるイージーマネーが縮小する懸念からですね仮想通貨市場を不安視させているというところですね。そこでの金利、何兆ドルもの中央銀行の資金、政府の景気刺激策がデジタル資産の価格高騰に貢献したのはこれ間違いないんですけども、仮想通貨ダイハードたちはそれが本当のバブルだったのかどうかを知ることになるんです。これね市場専門家のホルザー・シャビッツ氏という方がこれツイッター上で主張しているということですね。まあ、2022年ですけども FRB ですねが、まあ、経済テーパリングの縮小、そして早期の利上げですね、2020年3回の利上げをですねもうね、発表しているということもありますので、まあ、これがですね、まあ、バブル的にこう昨年一昨年とですねこの価格の高騰に続いてきたんですけども、まあ、この金融緩和の縮小がですね2022年はどういう影響を与えるかというところで、まあ、そういう兼ね合いもあってですね今そういうファンダメンタルズもありますので、ビットコインですね価格がかなりですね下がっているというところでございます。ビットコインですけども、チャート的に見ていきますとですね、これはですね15分チャートになるんですけども、
旦ですね、本日日付が変わったぐらいの段階ですかね、日本時間のですね、その時478万円ぐらいまで落ち下がりましたね。で現在は486万円と、まあ、今日ね、あの午前中、まあ、未明の時間ですけども、かなり高騰した場面があって、494万円ぐらいまで、ね、上昇した場面があったのですが、まあ、そこからまた押されてですね、現在486万円という、こういう価格帯となっております。まあ、ここがですね、一旦のですね、底値となって、ここからですね、また上昇していけるのかというところですね。まあ、これが昨年の9月はこういう形でですね、まあ、昨年の夏ですね、7月、8月ぐらいに一旦底を叩いて、そこからですね、9月、10月、11月上昇して史上最高値をね、更新したんですけども、まあ、チャート的にはですね、その時の動きと似てるというところもありますね。まあ、ただファンダメンタルズで、今回の FRB のこの政策ですね、金融の引き締め、これがまあ世界各国でですね、こういう引き締めが起きているというところですね、なかなかそういう観点もありまして、仮想通貨市場、株式もそうなんですけども、価格の上昇はですね、今非常に抑え込まれているところがね、続いているというところです。まあ、ただですね、ある程度こういう金利の利上げですね、利上げがまあ今年3回、来年3回というところもね、織り込みつつあるというか、織り込んでいるところもありますので、まあ、ここからはですね、それを捉えての上昇になるかというところかなと思いますね。それではですね、その他の仮想通貨関連のニュースを見ていきたいと思いますけれども、こちらですね、これ JP モルガンによるレポートですけれども、企業投資家は2022年に暗号資産導入を強めるというふうな、ね、レポートが出ております。2022年はですね、ブロックチェーンのですね、橋渡しの1年、まあ、これが複数のブロックチェーンによる総合運用性が進むという、まあ、そういう1年、またはトークン化金融の1年となるポテンシャルがですね、高いと、これがですね、ワージントン氏がリサーチノートで指摘しております。これ JP モルガンのレポートなんですけども、仮想通貨市場で最大規模を誇るビットコインにおいては、近代的な価値の保存を実現する上で巧みな設計が施されており、ビットコインの価格に対する信頼性の向上に寄与していると JP モルガンが説明しておりますね。まあ、JP モルガンというアメリカのですね、金融大手のまあレポートですね、かなりですね、まあ、影響力の強いものでありますね。一方、ゴールド、金ですけれども、金などの他の価値の保存手段に比べると、ビットコインの誕生から今までの歴史は依然として短いものであるということですね。ビットコイン誕生から13年ということです。まあ、歴史がね、かなり短いというところもありますね。またビットコインの強いボラティリティですね、これ価格変動ですけどもね、それはビットコインの最良の通貨となる可能性を弱めているというところですね。このボラティリティの激しさが、まあ、通貨としてはどうなのかというところですね。まあ後払い決済などによっては交換手段として通貨の機能を弱体化させ得るというところですね。でこのワージントン氏ですけれども、仮想通貨取引サービスを手にかけるアメリカのですね、コインベース、これねナスダックに上場していますけど、このコインベースの株式に対しては、同社が今後の仮想通貨産業における成長の、受益者となるとして、倍の格付けを維持しているということですね。販売所のコインベースに対してはですね、まあ、買いをね推奨しているというところですね。アメリカのですね、投資銀行でありますゴールドマンサックスがですね、今月ですね、ビットコイン、まあ、仮に今後5年間で価値の保存機能を持つ資産クラスにおいて5割を超えるシェアを実現すればですね、ビットコインの価格は10万ドルを超える可能性があるというところをね、述べておりました。その場合、複合年間収益は17から18% となるとね、これをね、顧客向けのね、レポートで述べているということですね。まあ、これがまあ JP モルガンがね、こういうふうな金融大手の JP モルガンがこういうレポートを出しているというところでですね、まあかなりね影響力はねあると思いますね。まあ、ビットコインですけども、まあ、この価値の保存としてですね、この資産クラスが5割を超えたら、このビットコインの価格ですけどもね、現在41,919ドルですけども、まあ、これ10万ドルに、ね、達する可能性は十分あるというところですね。まあ、そういうふうな、JP モルガンからのレポートでございます。それではですね、その他の仮想通貨関連のニュースですけれども、こちらですね、
こういった利上げの方ですね、アメリカの利上げに関してのこれニュースなんですけど、ブルームバーグさんの方から出てるんですけども、アメリカのこの利上げですね、これが3月開始の見方が急速に強まっているということで、これ JP モルガンなどが予想を変更しているということですね。このまあレポートですけれども、このね、こちらも JP モルガンが出してるんですけども、金融当局が3月に利上げを開始するという見方が今急速にね強まりつつあるということで、これがですね、仮想通貨市場ももちろんなんですけども、株式相場にとって今非常にですね、この 3月開始と早まっているというところですね、これがかなりですね、足を引っ張っているという状況にはなっておりますね。利上げをですね、これある程度ですね、これ織り込んでると思うんですよね。まだですね、3月開始までは織り込んでいなかったんですけど、今の段階でですね、先週末にですね、アメリカの雇用統計が発表されました。失業率がね、かなり改善しているというところで、いよいよテーパリング、今月ではなく3月ですね、今年の3月開始というところ、ここがですね、見込まれております。それをね、今その影響でですね、相場は下落していると思うんですけれども、それをね、今完全に織り込んで、今の段階で織り込んでいると思いますので、ここからですね、反発がなるかというところですね。これですね、3週間前までですね、エコノミストのうち66人のうち3月利上げを予想したのはわずか1人だったんですけども、現段階ではですね、かなりの方が3月開始を予想しているというところですね。これが相場に、どういう影響を与えるかというところでございます。それではですね、現在の他の市場を見ていきたいと思いますが、今日は東京株式市場お休みですけども、アジアの方ですね、アジアの方では韓国は 0.95% 下落しているんですけども、台湾は 0.38% 上昇、中国上海総合指数も 0.26% 上昇、上海 B 株も 0.04% 上昇、小幅ですけどもね、上海 A 株が 0.3% 上昇、中国の深圳は 0.27% 上昇と、アジアの方はですね、比較的堅調に動いているかなというところがありますね。そして深圳 B 株ですね、深圳 B 株 0.17% 上昇、そうですね。で、香港ですね、注目となります香港ですけども 0.8% 上昇しておりますね。香港 H 株も1.23% と、結構上がっておりますね。香港レッドチップスは 0.5% 上昇と、アジアの方はですね、堅調に推移していると思われますね。そうですね、フィリピン、ベトナム、タイは今動いてないんですかね。で、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、サウジアラビア、ドバイ、イスラエルは下がっておりますが、ほとんどの相場、韓国以外はですね、大体上がっているという傾向ありますので、今週の、株式相場、ここまでちょっと下落で、きつい場面が続いていたんですが、少し期待ができるかなという段階でございます。アメリカのですね、先物を見ていきたいと思いますが、先物の価格ですけども、ニューヨークダウは135ドル安となっておりますが、現在15時48分現在ですが、ナスダックの先物は44ポイント上がっておりますね。まちまちではあるんですが、今夜のアメリカ株式市場がですね、23時30分にオープンしますけれども、今週入りましたですね、先週かなりきつい下げもありました。そして先週末にはですね、雇用統計も発表もありました。それを受けて、週末はね、クローズしたんですけども、今週またオープンしまして、ここからですね、また上昇なるかというところですね。まず今夜のアメリカ株式市場がどうなるかというところです。アジアの方は比較的堅調に動いているというところですね。それではですね、為替の方も見ていきたいと思います。為替は現在115円と781円とね、ドルは115円台の後半での動きとなっておりますね。雇用統計の発表が、週末だったとき115円と80銭台でしたので、そんな動きはないかなというところですね。ユーロは131円と250円ですね。
で直近で急騰しておりましたアメリカの10年債国債長期金利ですが現在 1.765% ですね。雇用統計の発表があった時高いところ 1.795 と、ね、1.8% を迫る勢いだったんですけどもね、まあ、ここのところ急騰しております。この10年債国債長期金利この動きがですねここはかなり要警戒かなというところでございます。はい、そういうふうな形ですね。それではね仮想通貨現在のですね、価格帯を見ていきたいと思いますがビットコインですね486万7000円 0.49% 上昇小幅ながら上昇しております。ビットコインですが下落続落がですね、1週間 7日ぐらい続いておりましたのでまあここからですね反発、まあ、反発するんじゃ弱い反発ではありますけれども一旦下げ止まるかどうかというところがですね注目ですね。イーサリアムは36万7000円 1.22% 上昇しております。バイナンスコインは 2.19% 上昇ソラーナは 0.41% 上昇ですね。カルダノエーダは 0.93% 下落しておりますね。リップル 0.42% 上昇リップル XRP87円ですね。テラ 6.24% 上昇テラ大きく上げていますね 6% を超える上昇ポルカドットは 3.32% 上昇ですね。アバランチェも 6.19% とね大きく上昇していますね。ドージコインは 0.42% 下落ですね。ポリゴン 4.82% 上昇しております。アリゴランド 0.4% 下落ライトコインは 0.05% 小幅に上昇していますね。ライトコイン 15,155 円ですね。そうですね、コスモスアトムは 1.79% 下落ビットコインキャッシュは 0.26% 下落ビットコインキャッシュ 43,573円ですね。トロンは 1.15% 上昇ステラルーメン 0.75% 上昇ステラは30円です。そうですねイーサリアムクラシックは 0.7% 上昇3472円ですね。イーサリアムクラシックテゾス 2.19% 上昇489円です。テゾスは 2.19% 上昇。仮想通貨市場反発なるかというところなんですがどこまで反発なるかまだまだちょっと弱いかなという印象はね受けますね。ネムは 1.71% 上昇13円ですね。ネムですね。ネム13円。クアンタムは 0.8% 上昇897円ですね。クアンタムそして IOST は 1.55% 上昇 IOST は 3.37円 IOST は 3.37円というところですね。リスク 0.3% 上昇238円ですね。リスク 0.3% 上昇小幅な上昇ですけれどもね。シンボル 0.87% 上昇シンボルは21円というところですね。仮想通貨市場時価総額第100位までの銘柄を見ておりますが、まあ、底値からですねどれだけ戻せるかというところですけれどもまだまだですね反発弱いかなというところでビットコインも一旦ですね4万2000ドルを、ね、今挟んだ動きとはなっているんですけれども、まあ、今日ドルベースでの今のところ下値がですね4万700ドルとね、まあ、4万ドルはなんとか守りというところからねどれだけ反発できるかというところですね。今週ねまた新しい週始まりましたので、今日はね日本は祝日でありますが、今夜のねアメリカ株式市場そして明日からオープンします東京株式市場ですね、ここら辺で、ねまあ、株式がですね、V 字的とは言わなかったので、ね、一旦そこからある程度反発反値暮らし戻しぐらいであればですね仮想通貨もほぼですね、まあ、一旦のこの上昇そこからの上昇もね期待できるかなというところですね。はい、以上本日はですね2022年の1月の10日月曜日成人の日ですね、金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それでは皆さん良い休日をお過ごしくださいませ。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。